古いホーリースコボロダ古いホーリースコボロダは、近世ウクライナの哲学者、文人、詩人。ウクライナのソクラテスと呼ばれる。ロシア帝国初の哲学者。古いホーリースコボロダは、1722年12月3日、ロシア帝国の属国となった、ヘイチマン国家のルーブヌイ連隊ジョルヌーフィ村、サーバスコボロダというウクライナコサックの家に生まれた。 1734年から1753年まで、キエフアカデミーで人文科学を中心とした学問に取り組んでいたが、その間たびたび休学し、1741年から1744年まで、サンクトペテルブルクで、ロシア皇帝合唱団で歌い、1745年から1750年まで、ハンガリーへのロシア施設団楽団の指揮者として務め、さらに、 1750年から1751年までの間にはペレアスラウカレッジでシロを教えた。1751年にキエフアカデミーでの勉強を再開したが、4年かかる進学の過程を2年目の途中で止めて、1753年から1759年までに家庭教師としてペレアスラウ地方の地主の家に仕えた。その後、ハルキウへ移住し、 ハルキウカレッジで、シロン、トーゴロンとギリシャ語並びに倫理学を教えた。しかし、1769年に倫理学の教授法に関してなされたカレッジの聖職者の批判によってポストを失い、定職を探すことを諦めて、残りの25年間を旅人として友人を訪れながら、東、ウクライナを巡回し続けた。旅の途中、 独自の作品と外国の思想家の翻訳を完成させた。1794年11月9日、ハルキウ県ン岩に浮かむ村にある友人の家で死去した。スコボロダの破壊誌には彼の遺言に従って、現世が私を捉えようとしたが、捉えることはできなかったと刻まれていた。スコボロダの作品は以下の通りである。その他は、キケロ、プルタルコス、ホラテウス、 オイデウスの翻訳がある。作品の言語は、ウクライナ語の用語が混じった境界スラブ語、ギリシャ語とラテン語である。スコボロダの作品は、バロック風の問答形式で書かれていて、スコボロダが深く研究していた聖書の影響を深く受けている。その作品の中では、二つの天性と三つの世界についての教えが登場する。スコボロダによれば、すべてのものは、 可視天性と不可視天性という二つ、天性を有しているという。前者は人の目で見ることができるものの実存であるが、後者は人の目から、その本質を把握できる人間は、知欲のあるもの、人情の厚いもの、現世と実在にとらわれないもののみである。そのような人間は、ものの本質を把握した上で、初めてものを正確に理解できるという。ものの理解は、 三つの世界である宇宙、聖書、人間を知るために不可欠である。知恵の大世界である宇宙は、聖書の中で記号されていて、小世界である人間が聖書を考察することによって、宇宙に近づくができる。聖書は宇宙を理解させることによって、人間の脳や知識などを豊かにしているのではなく、人間を幸せへ導く心を豊かにしているのである。スコボロダは ソクラテスの自覚論に基づいて人間は自らの不可視転生、自らの本質を知れば幸せになれると唱えている。自覚して心の豊かな人間だけ社会の中で自分にふさわしい場を占め満足できるような成果を上げることができるという。スコボロダは人間の心が豊かになれば社会全体も豊かになると信じていたのである。スコボロダの作品は ロシア正教会の抵抗によって、スコボロダの存命中に出版されることがなかった。しかし、帰戦問わずスコボロダの人気は高く、彼の作品は、あまり他の写本としてウクライナのみならず、ロシアのサンクトペテルブルクでも流布していた。初の出版は、スコボロダが死んだ100年後、1894年に行われた。現在、ウクライナ、ポルタバ州、チョルヌーフィ町、 その折に、オーストリア、ポーランド、ドイツとイタリアを歴訪する。現在、ウクライナ、ハルキウ州、スコボロドイーニューカムラ。ありがとうございます。